春を迎えたアメリカの首都ワシントン DC では今年も桜並木に花が咲き誇り、多くの人がお花見を楽しんでいます。見ごろを迎える3月から4月にかけては全米桜祭りが行われます。 National Cherry Blossom Festival celebrates the gift of 3,000 cherry trees from Tokyo to Washington DC.We draw about 1.5 million typically. One month of Japanese culture that we celebrate here in Washington, D.C. この季節、街は桜のモチーフで彩られます。バスや電車、ポップコーン、ハーブティー、スイーツ、バッグやアクセサリーも桜です。そしてワシントン DC に拠点を置くメジャーリーグワシントンナショナルズのチームストアにも桜をあしらったアイテムが置かれています。これはシティコネクトと名付けられた企画で、本拠地の街のイメージをデザインに取り入れた特別なユニフォームを選手が着用して試合に出場し、チームと地元ファンをつなぐ試み。ここでは桜によってチームとファンが結ばれています。110年以上前に日本から贈られた桜はアメリカの大地に根付き、首都の春を象徴する存在となりました。この桜を取材しました。日本の桜を愛する女性たちによってこの植樹の計画は始まります。全米桜祭り協会会長のダイアナ・メイヒューさんに話を聞きました。 Really inspired by a woman named Eliza Sidmore.She was the first National Geographic woman photographer. She just was in Japan and fell in love with them. For 20-something years, she encouraged the U.S. to try to get these cherry blossoms. So when President Taft came into his position, his wife was very influential as well. エリザ・シドモアとタフト夫人はそれぞれ日本に行った経験があり、桜の美しさをよく知っていたといいます。そして日本からアメリカへ桜を送ることが決まったときに、寄贈者として選ばれたのが当時の東京市長尾崎幸雄です。尾崎幸雄記念財団の石田隆明さんに話を聞きました。尾崎幸雄は議会政治の父と呼ばれています。日本に民主主義を根付かせて正しい選挙と議会政治を実現しようとした政治家なんです。尾崎は60年以上にわたって国会議員を務めたんですが、途中一度だけ東京市長を務めたことがあります。まあ、その時に東京市からワシントンに3000本の桜を送りました。当時、アメリカでポトマックに日本の桜を植樹しようという計画が持ち上がります。そのことが日本の外務省に伝わって、外務大臣から尾崎東京市長にこの桜寄贈の相談が来ました。国際感覚がとても豊かで、アメリカの事情にも詳しい尾崎に白羽の矢が立ったということだと思います。尾崎は日露戦争の講和の時にアメリカが日本にとても協力的だったことに対していつか感謝の気持ちを伝えたいと考えていたんですね。で、そこに舞い込んできたのがこの桜寄贈の話でした。尾崎は感謝と友好の気持ちを伝える絶好のチャンスだと考えて、これを快く引き受けます。そしてすぐに実行に移したんですね。尾崎幸雄がアメリカに感謝の気持ちを示したいと考えるきっかけとなったのが、日露戦争を平和的に終結させたポーツマス条約です。アメリカの仲介により、ポーツマス海軍造船所で日露両国の代表団が1ヶ月にわたって会議を行い、締結に至ったポーツマス条約。その裏には地元住民たちの尽力があったといいます。当時の郷土史に詳しいニューハンプシャー日米協会会長チャールズ・ドレアクさんに聞きました。 They thought their role was to be citizen diplomats to encourage negotiations when they faltered. So they had all kinds of hospitality events. It started with a huge parade, military gun salute. They were invited into people's homes, picnics, receptions, music events, baseball games.As a result, they were creating a situation where both sides thought they were friendly and it was a hospitable environment. And they preserved the ability of the negotiations to be successful, and they were. Over 100 years later, in 2011, the Japanese government
made saplings from those original trees. And we have saplings from those original trees. And we decided to make them, to dedicate them to the Portsmouth Peace Treaty as a symbol of citizen diplomacy. Trees in all kinds of places where the Japanese and the Russians were hosted by the treaty. Mayor Ozaki would be very happy about that.議会議事堂に隣接するアメリカ議会図書館では、書籍をはじめ映像、音楽、写真などの資料を世界最大規模のおよそ1億8200万点所蔵しています。図書館司書、中原麻里さんに話を聞きました。議会図書館という名前が示すように、まず一番最初のクライアントは議員の方ですので、まあ、議員の方々にお役に立つものっていうのを選ぶ、そしてまたアメリカ人の人たちに役に立つものを選ぶ、その後はもう全世界の方々に役に立つものを選ぶ。ただアメリカにある図書館ですから、やっぱりアメリカの歴史とか文化をこう継承していけるようなものを集めるっていうことも考えております。日本に関する資料はどういったものがあるんでしょうか。日本から来た浮世絵の版画とか、あと地図なんかだと伊能忠敬さんの地図なんかがここにございます。それから日本語で書かれているということになると、まあ、特有な資料としては内務省検閲資料とか旧陸海岸の資料とか、あとは満鉄資料とか、日本に存在しないようなものもここで集めているということがございます。貴重な資料が数多く所蔵されている議会図書館、日本から送られた桜のイラストも収められています。1910年最初に送った桜の苗木が害虫の被害に遭い焼却処分になった時、次に送る桜の品種の選定や苗木を育てるのに大きな役割を果たしたのが、東京荒川の桜並木を守り育てていた船津製作です。ここに所蔵されているイラストは、アメリカ農務省のスイングル博士が船津の元を訪れ、アメリカに送られた桜のイラストを描いてほしいと依頼した時のものです。船津さんはね、特にいろいろなことを考えていたんですけれども、例えばすごく濃いピンクのもの、すごく淡い白いもの、色に関すること、それから花びらがこう一連になっているもの、重い形で八重桜みたいになっているもの、花が上を向いているもの、下にこう垂れ下がっているもの、そして匂い、まあ、今日は匂いを感じていただけないけれども、そういうものの組み合わせで、あとはこの地の気候に合うものを非常に勉強して、専門家の方と話し合って選定してました。本当素敵です。桜外交とも呼ばれていますが、期待されるものっていうのは、30年代に中米在日大使としていらした斉藤秀哉さんがスピーチの中の一節で、アメリカを例えるならバラ、日本を例えるなら桜、どちらも美しい花、お互いのことを知って理解することが永遠なる上位であるみたいなことをおっしゃってるんですね。で、私はやっぱりそれにすごく賛同するし、そのもっと深く読めば、やっぱり美しいことを楽しむだけではなくて、お互いの全部良いところ、美しいところ、悪いところを学んで、で分かり合って平和を保っていこう。で、桜がそういう役割を果たしてくれたらいいなって思ってます。なので本も出版しましたし、それから毎年ジャパニーズカルチャーデーっていうのを行って、できるだけこういう資料を使いながら日本人のこと、それから日本の文化を深く理解していってくれる人たち、特にヤングジェネレーション、子どもたちの教育にあたることにこう熱意を注いでおります。太平洋戦争開戦直後には4本の木が切られたこともありました。この時は反日感情を抑えるために国立公園局が東洋の桜と呼び名を変えたことで桜は守られました。植樹から110年以上の年月が経った今もアメリカにいる多くの人々を楽しませている桜、寄贈した尾崎幸雄もアメリカを訪れ首都に咲く桜を見る機会があったといいます。1950年に91歳の尾崎はアメリカから招待されて、娘のユキカさんたちと一緒にアメリカに渡ります。尾崎は桜の寄贈者として大変歓迎を受けるんですね。行く先々で面会や握手を求める人たちが後を絶ちませんでした。この歓迎ぶりに尾崎自身も大変驚いて、
まるで夢のようだと感じたそうです。尾崎はアメリカの議員や大使たちを前に講演をします。でこれからの世界は自分の国だけのことを考えるんじゃなくて、世界平和に向けてお互いに尊重し協力していかなければいけない。そのためにもアメリカと日本は強い信頼関係と友情で結ばれる必要がある、まあ、こういった話をしたんですね。その内容に参加者全員が大変感銘を受けて大きな拍手を送りました。尾崎は娘や息子と一緒にポトマックを訪れます。約40年前に送った桜の木を見上げながら、この桜と同じように日米の友情が長く続くことを願ったそうです。It's a living ambassador between Japan and the United States and the world. How everybody really appreciates the beauty of a different nation. So special because of their ephemeral quality. It lasts for just a moment in time, and we have to appreciate that moment. 儚さゆえの美しさで日本人の心を捉えてきた桜は、長い年月をかけてアメリカの地に力強く根を張りました。寄贈に携わった人々の友好と平和への願いは、桜の木とともに人々の心にもしっかりと息づいています。